どうもショッピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、この物件に引っ越しをしてきて1ヶ月ちょっとが経とうとしています。で、それまでにいろんなこういうアイテム必要だよね、こういうアイテム必要だよねって言って、まあ便利グッズを入れたりはしているんですけども、ただこれは定期点検というのをしていなくてですね、この物件に来てから。そうなので、今回は断捨離で定期点検をしていきたいと思います。ただ今回は一人暮らしじゃなくて同棲ということなので、その彼女のプライベートゾーンを見せないように定期点検をしていきたいと思います。あ、ちょっとその前に洗濯物を片します。はい、片しましたので早速点検していきたいと思います。まずこちらにあるのが先ほど洗濯物を干していたものですね。これニトリさんで買ったやつなんですけど、めちゃくちゃ便利なんでおすすめです。で、こっちにお布団とか入ってまして、ここが冬物のやつですね。これから衣替えするときにこれらを出す予定です。で、ここにベッドとシーツとか入ってて、これ OK です。よいしょ。で、こちらには、ああそうだ、これだこれだ、これは彼女が家から持ってきたマットレスなんですけど、痛いと、腰が痛いと言い出して、で、すごい薄いんですよ、この生地が。これが薄くて腰が痛くなっちゃっていたので、なので、まあ、新しく変えようってことでマットレス変えたんです。で、これは不要になったので、手放そうって言って、まだ粗大ごみの申し込みをしてないということだったので、これしなきゃいけないですね。思い立ったら吉日ということで、早速粗大ごみを申し込みましょう。よし、粗大ごみ受付完了しました。 OK です。これは2週間後に手放すことになりましたので、それまでちょっとここに置いておきます。あ、で、あとこっちはスーツケースなので OK です。こちらのスペースは OK です。で、続きまして僕の書斎スペースなんですけども、この上の部分はまあすっきりしていますし、必要なものがあるのでいいかなと思います。で、下ですね、問題は。ここのスペースはとりあえず置くだけ置いて、あんまり整理したりとか定期点検してないので、ここちょっと見直していきたいと思います。まずこれは貴重品箱なので、これはこのまま置いておきます。で、これもまあ商品なので、まあこれもこのままいいかなっていう感じですね。はい。で、続いてこっちがいろいろぶっ込みスペースになってますね。こうやって日焼け止めのやつだったり、あとはこれノートですね。ノートだったり、あとこれはですね、エースさんから、このカバン、ビジネスバッグ買った時に、このエースさんっていうところからこの付箋をいただいたんです。こんな感じで付箋ってなんかあるとやっぱ便利なのでいいねっていう感じなんですけども、ただこれいつ使おうかなっていうのと、どうしようかな、迷ったら捨て。これは結構小物、ガジェット小物系が多くて、例えばこのピンマイクとかも入ってますし、このイヤホン、ワイヤレスイヤホンなんかも入ったりするので、そう、こういうのをこういうところにこう入れておいて、カバンの中にただ入れるだけで OK っていう、そう、そういうちっちゃいポーチ、これいただいたんですね。なんでこれちょっとこのまま必要です。で、これノートですね、写経ノートと、あとこれはレシート管理するやつですね。これも必要なので、これもノートですね。これもメモ書きのノートなんですけども、はい、こんな感じで書いてます。これはこのまま、じゃあ持ってきます。で、これですね、これがですね、発送伝票を入れるための封筒で、こっちが、何でしょう、接待交際費関連のこのレシートですね、まとめてます。で、これらが領収書ですね。これも確定申告の時に必要になってくる領収書なので、これも必要です。で、これがサングラスで、これも必要です。で、あとこれも、パーカーのペンなんですけども、これも今現在進行形で使っているお気に入りのものなので、これも取っておきます。で、 あとこれですね、これピンマイクなんですけども、これを、ワイヤレスマイクにこうピッてつけて喋ってたらですね、なんか互換性が悪かったらしくて、すごいピー音が入るんですよ。そう、すごい耳障りな音がして、なのでこれはちょっと使えなくなっちゃったんですよ。で、なんか他に使い道がないかなと思ってるんですけども、今のところよ、迷ったら捨て。まあそんな感じですね。あんまり不要なものはありませんでした。よいしょ。
うん、まあこんな感じでいいと思います。で、続いてこのカバン、このカバンはまあ現在進行形で使っているので必要です。でこれもあのプロテインシェーカーなんですけども、これも使っていて、でここにあるのが、このバイタミックスなんですけども、これずいぶん使ってないですね。もう 3,4 ヶ月は使ってないんじゃないかなっていう感じです。ほこりかぶっちゃってますね。そう、でもこれはもう大切なやつで、今の生活が整ったらまたバナナゴーヤーだったりいろんなスムージーを作っていきたいので、これはまだ持っときます。はい、これめっちゃ僕はお気に入りです。でこちらなんですけども、これはなんかもろもろの付属品っていう感じです。これもワイヤレスピンマイク用のモフモフだったりですね、まあ、こういうのもあります。であとこれが、ソニーのストラップですね。今使っているやつが不要になった時にこういう付属品1個あるかないかで値段で結構変わってきますので、そのためにこれは取ってあります。同じようにこういった箱なんかも売却するってなった時に、この箱があるとないとじゃ全然価値が変わってくるので、これも取っておきます。でこれなんですけども、これはあれですね、あのゴリラポットって言ってカメラここに取り付けて、こうなんかいろんなところに設置するっていうやつなんですけども、これもう足がすごいパカパカしちゃってるんですよ。そうなので、正直こうやって置いたところでズズズズズってずれちゃうっていう、もうちょっとだいぶ故障して迷ったので捨てです。ちなみに今使っているパソコンは次のバージョンにアップデートしたいので、なのでこれは売ろうと思います。ってなった時にやっぱ箱があるとやっぱ高く売れるっていう安心感があるので、やっぱ元箱はいいですね。はい、はい、OK です。で続きましてこちらなんですけども、よいしょ、まだこれだけ読めてない本が、あ、っていうかこれは読みました。これは読ませてもらいまして、これも読みました。はい、でこれも読みました。でこれ読んで伝わっているかっていうので、こうやって動画で何かを伝えるときに、それ伝わっているかみたいな感じでその本が語りかけてきてくれたので、おーと思って読んだんですけども、アンダーラインを引いてドッグイヤーをつけた段階でストップしているので、これはちょっとメモして、あの復習して脳内に叩きつけないといけないんですけども、今回の本の中で処分しよう、手放そうって思うものはまだないですね。でもでこれはもうずっと取っときますし、これでもストリングスファインダー迷ったら捨て、これは妹から今借りてるやつなんですけども、 iPad ですね。であとこの iPad を立てる、これ100均で買ってきたんですけども、こう iPad を立てるやつです。はい、 OS がアップデートされたらこれが毎日毎日こう大活躍、サブディスプレイとして大活躍してくると思うのと楽しみですね。はい、なのでそれまでこれはちゃんと取っときます。で、あとこちらなんですけども、こちらはライブ配信用のケーブルだったりマイクだったり、なんかいろいろこうライブ配信とか撮影用のそのパソコン周辺機器が入ってます。これは外付けのハードディスクが2本入ってます。で、これがモバイルバッテリーで、あ、81%、まあいいな。で、これがスマホ、あ、で、これ物撮りをする時のカメラのストロボなんですけども、これにこのケーブルをつけて、でこの本体につけて、こういろいろ物撮りをしてたんです。そう、でも今これ全然物撮りしなくなりましたので、まあ全然使わないですね。これからも使う用途すらないので、これはじゃあ誰かにあげたいと思います。はい、ご連絡くださいと。よし、 OK です。これでまあもらい手が出てくれれば、これはもう手放すことができるので、うん、 OK です。あ、で、あとはこのジャパンネット銀行のトークンのやつも、これもいらないので、これ手放します。はい、 OK です。でもなんかここのスペースがちょっと余っちゃっているので、なんかもっと有効活用できないかなっていうのは、またこれから考えていきたいと思います。そうでした。あとここにも前の物件から持ってきたものがあるんですけども、これはスノコボードですね。はい、これも全く使わないので、使う手もないので手放していきます。はい、結構すっきり環境が整えられたかなというふうに思います。さて、そして続いてこちらのリビングの部分なんですけども、こちらですね、テレビだったり扇風機だったり、まあ、いろいろ置いてあるわけなんですけども、特にここの部分、これぶっ込みスペースなんです。
ごちゃごちゃしてるなっていう感じなんですけども、ここの部分に関しては不要なものは今のところはなくて全部使っているので、なのでまあ見せ方、収納の仕方っていうのも、まあ、ここはブラッシュアップしていかないといけないなっていう感じですね。そう、このテーブルもあのテレビとかこのテレビ台も彼女が一人暮らししてた時の物件から持ってきたものなので、今の物件には結構ミスマッチなんですよね。はい、そんな感じでどんどんブラッシュアップをしていきます。はい、で続いてこちらなんですけども、こちらはクローゼットスペースなんです。で僕のところはお見せできるので見せたいと思います。こんな感じですね。これが僕の春夏秋服です。はい、冬はちょっとこれは越せないかなというふうに思うんですけども、これで十分、1年の3 4分の3は過ごせるっていう感じです。そう、下着類なんかも今普通に全部使っているので不要なものはないかなって思うんですけども、ただこれがですね、これはカンボジアに行く前に代々木公園でやっているカンボジアフェスですかね、タイフェスで買ったタイパンツです。値段も2000円ですし、生地もすっごい薄いので、カンボジア旅行をしてそのカンボジアで捨てて帰ってくるのかなっていう話をしてたんですけども、意外と涼しかったり快適だったり汚れもそんなにしなかったので、なのでまあこっちにも帰ってきたのも2ヶ月ぐらい履いてました。でももうだいぶテロテロになってきたので、ちょっと画面越しでは伝わりにくいですけども、だいぶテロテロになってきているので、これはもうちょっと次の海外旅行に行ったらもうその時現地で手放していこうかなというふうに思います。クローゼットも以上です。で続いてキッチンスペースです。まあキッチンスペースこそ共有部分ではあるんですけども、何か点検できないか見てみたいと思います。で、こちらがですね、はい、調味料とかが入ってるので、これも全部使っているので、はい、OK です。で、ここがですね、あー、なるほどですね、結構ぶっ込みスペースなところもあるので、ちょっとお見せできないかもしれないんですけども、とりあえずこのパッと見た時に、まずこれ全然使ってないのでこれもじゃあ手放そうかなというふうに思いますし、このであとはなぜか空いている空き瓶がここにあるので、これは手放します。でここに細々したこういったものだったり、あとこういったものだったりっていうのが入ってます。はい、そう、こういったものだったりっていうのが入ってます。よし、はい、 OK です。ここは鍋だったりフライパンスペースで、こっちはキッチンの掃除用具だったりゴミ袋だったりそんなものが入ってまとまってます。はい、ここも大丈夫です。掃除道具だったりこの炊飯ジャーだったりっていうのが入っています。まあここも全部必要なので OK ですと。ということでこれらは手放していきます。で上のスペースなんですけども、ここには食器類だったり、例えばこれタッパー類がありますし、こっちは食器類ですしっていう感じで、結構現在進行形で使っているものが多いので、これはこのままにしておきます。はい、では続いてこちらの玄関スペースに行きたいと思います。まあここら辺は僕のものがないので、もうだいたい点検あんまり意味ないかなというふうに思います。でこちらトイレスペース、うん、大丈夫です、何もないですね。で、こちらのカゴの中は、うん、まあこんな感じでこうストックのものがいっぱいある感じです。で下のものが、僕の財務管理用の書類とかがこう入ってるんですけども、うん、こんな感じで箱にまとめていれば結構見栄えはいいかなっていう感じです。そうで、こちらが下駄箱なんですけども、下駄箱のスペース、僕が点検する箇所としては、ここですかね、僕の靴類が入ってるんですけども、まあ全部使っているのでこれも大丈夫です。はい、ここは全部彼女のスペースですね。でこちらに行くと、こちらのお風呂スペースも特に何もなくて綺麗です。でこちらの洗面台に行くと、この僕がここのスペースを今使ってるんですけども、どうでしょう、例えばこれ、これはちょっと眉尻僕薄いのでこう書き足したり、あとこれ耳かきもあったり、あ、これはこうやって眉をチュチュチュって整えたりするやつなんですけども、今その眉を整えるやつっていうのはもうこれで十分代用できているので、この鼻毛カッターでこうやって代用できているので、これはもう全然使わなくなりましたね。これからも不要だと思いますので、これは手放していきます。であと耳かきも、彼女が向こうから持ってきたやつと今これでダブってて、これ全然使ってないのでこれも手放していきます。はい、まあ、こういう細かいのもちょっと手放していくって感じですね。
細かいものでもやっぱり目に入ってくると、ああどうしようかなこれとか言って迷いが生じて思考の無駄になるので、こういうのも手放していきます。そうですね、まあ、あんまりこれ以上やってもちょっと見せられないスペースも出てきそうなので、ちょっと今回はこの辺で以上にさせてもらおうかなというふうに思います。棚の中にきちんと収まる範囲内で物は買っている、物を整えているっていう状況なので、なのでまあいいかなという感じですね。こんな感じでやっぱ点検をすればやっぱ出てくるので、そうあれ使ってないなこれ使ってないなっていうのが出てくるので、まあまた引き続きこの物件でも点検をしていこうと思います。はい、ということでじゃあ今回は以上です。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。そのゲストを呼ぶってなった時に今のリビングの環境っていうのはブラッシュアップしておきたいので、また近々ちょっとリビングのブラッシュアップどうしようかなっていうのは考えていこうと思います。はい、